太平洋炭鉱、太平洋炭鉱株式会社、太平洋炭鉱は、北海道奥州市で炭鉱を運営していた企業である。1920年、大正9年4月22日に設立された太平洋炭鉱株式会社、初代は、1970年、昭和45年11月1日に不動産事業を運営していた子会社の太平洋強発。 初代と合併して太平洋共発株式会2代目へ社名変更をして海外から石炭を輸入して販売する事業や不動産飲食事業などを行う会社となった。日本国政府のエネルギー政策が国内の石炭主体から石油へ転換したことを受けて太平洋炭鉱株式会社初代が事業転換を図って会社存続を目指したものであった。 なお、太平洋炭鉱株式会社、初代は、当初一部上場であった。その際に、石炭の採掘事業が分離される形で1970年、昭和45年11月1日に設立された、太平洋炭鉱株式会社、二代目が、その後、釧路で炭鉱の運営を続けていたが、2002年、平成14年1月30日に閉山してその、歴史に終止符を打った。 元々は、東京が本社であったが、太平洋炭鉱株式会社、二代目は1999年、平成11年12月1日に、釧路市の工業所内へ移転している。三井鉱山釧路工業所が、設立時の母体の一つとなった関係から、三井冒険企業の一つであった。なお、平山時、平山後を含めて、太平洋炭鉱株式会社、二代目は、 太平洋炭鉱株式会社、初代である、太平洋強発、二代目の関連会社であり、太平洋強発、二代目の2006年、平成18年3月期で、太平洋炭鉱株式会社、二代目の独立行政法人新エネルギー、産業技術総合開発機構及び、日本政策投資銀行からの借入金に対して、債務保障をしており、 返済の原資となる資産の評価見直しに伴って、債務保証損失引き当金が約11.24億円増加するなど、太平洋共発、二代目の業績に大きな影響を与え続けた。また、太平洋共発、二代目は閉山後に、釧路炭鉱の石炭の採掘事業を継承した、釧路コールマインと2006年、平成18年3月期で、 約30.86億円の取引を行っており、年間売上高の約11.0%を占める最大の取引先となっていた。太平洋炭鉱は北海道釧路市にあった炭鉱である。1905年、明治38年に、前身の安田炭鉱が採掘を始め、木村組釧路炭鉱と三井鉱山釧路工業所を経て1920年、 大正9年4月22日に太平洋炭鉱となった。平山までの82年間で最短量は1億トン以上となった。最短の多くを海底の炭層から行っていたため、太平洋の海底炭というネーミングで宣伝し、販売をしていた。主に同等方面での消費が多かったが、道南などにも販売していた。1964年。 昭和39年3月4日には、桂小ラ・の深部海底化炭素のボーリング調査を開始し、1974年、昭和49年4月22日には、WSD 最短方式技術のオーストラリア向け輸出契約に、調印、2001年、平成13年8月21日には、ベトナムの研修生60人を受け入れて、 技術1.5か年計画を開始するなど技術力は高かった。日本国政府のエネルギー政策が国内の石炭主体から石油へ転換したことを受けて太平洋炭鉱株式会社初代が事業転換を図ったため石炭の採掘事業のみが分離されて太平洋炭鉱株式会社2台として存続したが2002年 平成14年1月30日に閉山となった。閉山後は、地元の経済界などが出資した、くしろコールマインが、最短事業を引き継ぐ形で2002年、平成14年1月31日に創業して、同年4月9日から本格的に石炭の採掘を復活させ、年間50万トン規模の最短を続けている。この閉山に伴い関連会社を含め、 1> 約1500人が解雇されたが、石炭の採掘事業を継承することになった、釧路コールマインにより、従業員547人が採用された。1945年、昭和20年11月25日に春最短、荒金労働組合として結成され、翌年に太平洋炭鉱労働組合に改組された、東大工従業員による労働組合である。 最盛期には、釧路に革新市長を誕生させる、原動力となったと言われるほどの組織力を誇った。また、労働運動や政治活動だけでなく、1952年、昭和27年1月5日には、文化部から雑誌、郷土を創刊するなど文化面での活動も行った。1954年、昭和29年11月1日に、 太平洋炭鉱職域生活協同組合として設立され、当初は東炭鉱関係者向けの職域対象の生活協同組合であった。1972年昭和47年4月1日に太平洋商事と店舗を統合して、釧路生活協同組合かつ共同組合を設立し、一般市民にも開かれた地域型の生活協同組合へ発展した。 なお、更新の釧路市民政協は1996年、平成8年6月30日に和議申し立てが釧路地方裁判所に認可され、2003、平成15年5月13日にコープ札幌に吸収合併されている。太平洋炭鉱は、過去に従業員の福利構成と地域振興を目的に遊園地、ボーリングプールといった滝にわたる、 レジャー施設の太平洋、スカイランドを経営していた。1993年、平成5年3月15日にヒルトップに名称変更した。閉山に伴い、2002年、平成14年にホテル、ヒルトップと大浴場、クオが営業を終えて事実上閉園した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。